アチャモが口から飛ばす炎は摂氏1000度。体内には炎のエネルギーが充満しており、寒い時などこうして抱きしめるとポカポカと暖かいんじゃ。ん？おお、やめろ、やめんか。では今回は埼玉県の稲葉翔吾くんの一句じゃ。進化かも、アチャモが若者もすごいかも。みんなもポケモンゲットじゃぞ。